ゲラルド・グラルニクは、ブラウン大学の物理学教授である。1964年に、カール・リチャード・ハーゲン、トム・キップルと共に、ヒッグス機構及び、ヒッグス粒子を発見した。フィジカル・レビュー・レターズ氏の50周年記念で、この発見は、マイルストーン論文の一つとされた。グラルニク、ハーゲン、キップルの三人は、ヒッグス理論に関する初期の論文の中で最も、 完全なものを執筆したと広く考えられているが、2013年のノーベル物理学賞の対象には含まれなかった。2010年、四次元相対論的ゲージ理論の自発的対象性の破れの性質及び、ベクトル粒子の質量生成の機構の解明に対し、グラルニクはアメリカ物理学会の JJ 桜賞を受賞した。グラルニクは1958年に、 マサチューセッツ工科大学で学士号、1964年にハーバード大学で PhD を取得した。アメリカ国立科学財団の資金支援を受けた博士研究員として、インペリアルカレッジロンドンで研究を行い、その後、ロチェスター大学の博士研究員となった。1967年秋に、グラルニクはブラウン大学に移籍したが、インペリアルカレッジ、 ロンドンやロスアラモス国立研究所をしばしば訪れ、1985年から1987年には、そこで研究を行った。ロスアラモス国立研究所では、コンピュータを用いた、高資料子食食器学の研究を熱心に行った。2014年77歳の時に、ロードアイランド州プロビデンスにおいて、心臓発作で死去した。ありがとうございます。